蕎麦よりうどん、ラーメンよりうどん。うどん大好き、うどん子代表の私リンが全力でうどん屋さんを紹介しております。今年最後となる本日第127回は、食べログ100名店にも選ばれた実力店、こちらのお店です。大宮駅西口から西武バスに乗って25分ほど、東大久保バス停で降りて徒歩約15分、田舎うどん鉄さんです。2003年のオープン以来、多くのファンを魅了し続けている鉄さんのうどんには並々ならぬこだわりが秘められているそうです。楽しみすぎる、行ってやす。おう、さあ本日のスタートは人であふれる埼玉の中心、 JR 大宮駅。これ撮影日は11月の4日、季節の変わり目って感じで幾分あったかいね。改札を出まして、向かうは西口、開店前のルミネ2を左手に見て直進。今度今日バスに乗ります。光の差す方へ。いい天気だ。で、歩行デッキ出てすぐのここ、1番バス乗り場から乗りますよ。なんか治安悪いね。トラテープぐるぐる巻きは怖いよ。大宮駅西口の外観はこんな感じ。駅を出ると一面に広がる歩行デッキ、この下にロータリーといくつものバス乗り場があります。さあ階段を降りて1番バス乗り場へ。今から乗るのだいたい1時間に1本くらいしか出てないみたいなんでね、もし私と同じようにバスで行こうという方は時間にお気をつけください。この一番奥のとこ、これだ、第35ララポート富士見行き。地図を見て、まずは大宮駅西口から東大久保バス停を目指してこんな感じで向かいます。バスで25分くらいかな。結構遠いのよ。で、ここのちょいと上行ったところに本日の目的地、田舎うどん鉄さんがあるので、バス停から歩いていくプランです。こりゃ腹減るぞ。大宮カントリークラブ、そして荒川を通過していく。ありがとうございました。東大久保公園、こっちだ。今乗ってきたバスを追い抜かしてとことこ右折で、ぶつかるこちらの道、県道113号、川越新座線の右へ。あとはひたすら直進。新河岸川放水路、めっちゃいる。ヘラブナ釣れんだろうね。この先日本一のヘラブナ釣りスポットとして名高い瓶沼川と合流してるんで、まあ、ここでも釣れるってことなんかね。さあ川を抜けまして、あーここ行くのか、恐ろしく田舎道だ。地図を見まして、東大久保バス停から田舎うどん鉄さんまでこんな感じで歩いていきます。もう見ていただいてわかるように、一面田んぼ。この超絶田舎道を15分弱くらい歩いたら到着です。ひたすら景色が変わらん。あれ何、カラス、ラジコン、ドローンだ。ドローンすか。じゃあ、へえ、今遠くから見てカラスかないかと思ったら動きがおかしいのでドローンなんですね。今からうどん屋さん行くところで。ああ、そこっすか。はい。今歩きで。埼玉うどんこ TV。はい。うどん専門にやってるんですか。そうです。埼玉のうどん専門で。初めてですか。初めてです。これ何撮るんですかこれで。来週はちょっとドラマの撮影なので。あ、そういう。そうですね。機材チェックちょっとしっかりしておかないと。なるほど。こんにちは。ありがとうございます。もう少しうどん屋さんですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。気をつけて。ありがとうございます。あ、うどんって上りあるわ。お兄さんのお墨付きもいただいて、期待感は高まるばかり。このチャリも絶対鉄さんでしょう。実はこの正面に見えている赤い屋根の建物がお店なんですが、営業中。上り多すぎてどこだかわかんねえ。ここ？この上り？
あ、ここやん。迷いかけましたが、こちらガレージのとこに看板があったのでどうにかわかりました。営業中。いやー、遠かったね。現在時刻は11時ちょうど、バッチリオープンに合わせて到着です。かなりの人気店らしいんでね、こちとら気合は十分。ほんじゃあお家の方へ進みましょうか。緑のテントをくぐって、なになに、あ、名前を書いて待つスタイルね。さすが行列店。ほんで下に、当店のアイドル、フランチェスカちゃん。ケズメリクガメ。カメ、お、カメ、カメでかっ。シャワー。うわ、すごい、カメでかっ。これは、カメ。いや、ほんとくだらないこと言って申し訳ない。ランチメニュー、肉汁は鶏汁にとろろ飯ですって。うまそう。隣の黒板、旬の野菜天ぷら、大人気納豆の天ぷら、鶏天、天ぷらまんじゅう。特徴のあるラインナップにこのロケーション、たまらんて。ほんじゃ田舎うどん鉄さん、お邪魔します。このお座敷の方で、はい、こりゃ驚いた。お店というか完全に昔ながらの日本家屋、廊下を挟んで向こう側にはテーブル席が見えます。この右の駄菓子屋みたいなスペースで最後お会計をするみたい。さ、上着を脱いでメニュー表をチェック。まずはメインのうどんから。季節限定鶏汁つけうどん、一番人気定番の肉汁うどん。鉄ピーってこれどんなんだろうね。あとは釜玉と揚げ餅入りぶっかけ。はいはい、価格はこんな感じね。トッピングに天ぷらいろいろ。一番一人には鉄の TKG、 わかりやすいうどんの量早見表もついています。このいっちゃん下の欄、麺の量がイメージしやすいように一言添えてある。こういうの素敵だよね。じゃあすいません、じゃあ、はい、今日のランチで肉汁うどんととろろ飯のセットで、はい、でうどんを 400g、はい、400でいいですか、はい、冷や盛り、厚盛り一応選ぶことで、冷や盛りで、冷や盛りで、他天ぷらなどは大丈夫でしょうか。はい、忘れてた、はい、春菊、はい、あとかぼちゃ、はい、かぼちゃで、それでお願いします、はい、以上でよろしいですか、はい、はい、じゃあ少々お待ちください。こちら失礼しますね。いっぱい歩いたから喉が渇いたよ。ボケっと、これアンパンマン見てます。待つこと10分ほど。お待たせしました、はい、かぼちゃと春菊になりますね。抹茶汁とカレー汁でどうぞ。はい、ありがとうございます。先に届いた天ぷら、薄衣のかぼちゃ店に、とにかくでっかい春菊店、うまそう。ではいただいてまいりましょう。前橋ぐるぐるパッと。お待たせしました。 ありがとうございます。肉汁のランチになりますね、はい、こちらが田舎うどん鉄さんの今日のランチ、肉汁うどんとろろ飯セット1100円、麺は 400g、 冷や盛りにしました。超絶具沢山の肉汁、キノコやごぼうも入ってる。こりゃ豪華だね。可愛い器に収まったとろろの上には青のりが少々。麦飯にかけんの楽しみ。では改めてかぼちゃ店にパクリ、サクサクっと。おお、甘い、食感最高。埼玉県の嵐山町で採れたかぼちゃなんですって。驚きの甘さよ。抹茶塩をかけてと。さあお次はこれこれ、芭蕉扇。ちっちゃいとこからかぶりついて、サックサクでうめえ。ここらで麺挟みましょうか。埼玉の地粉を 100% 使用。この見えている茶色いつぶつぶは小麦の灰がね。まずは麺だけで。噛めば噛むほど小麦の香りが広がる。わしっと弾力ある固めの食感が心地よい。ほんと風味が豊かで、ほのかな甘さが口に残ります。こぼれないようにかき混ぜる。ツヤっぽくなった地粉麺と豚バラ肉を一緒にとって豪快に。でもなくうまいよこれ。醤油ベースに貝の出汁を使った肉汁とのことで、非常に深い味わいです。あとつゆにくぐらせると麺の食感が若干変わるんだよね。表面に生まれる粘り気がまさに地粉麺って感じ。長ネギや青ネギ、えのきしめじ、そしてごぼう、豚バラの旨味も溶け込んで、もう
う手がつけられんて。まさにワンフォーオール、オールフォーワンのスクラムうどんだね。さあお次はとろろご飯、そーっとこぼれないようにっと。うまそう、青のりがいい味出してんな。よし、いただいちゃうぞ。麺は長すぎず取りやすい印象。すするとき暴れるんで、つゆ跳ねないように気をつけないとね。しかしつゆうまいなこれ。もぐもぐと麺を全力で噛みしめると、自然へのありがたみを感じずにはいられません。笑顔になっちゃう。じゃあ改めて春菊店行こうか。どれも一級品、素材へのこだわりがひしひしと伝わってきます。ちなみに麺は柔らかめのオーダーもできるとのこと。硬いのが苦手な方も安心です。青森県産の長芋を使ったとろろをかき込んで、甘すぎるかぼちゃ天を口に放り込む。うめえ、幸せはこの器の中に。ラスト麺を引き上げてつゆにドボン。この具の量信じられる。最後でこの残りを、すごすぎでしょ。史上最強のもぐもぐ、具材のすべてを口の中へ。食べ終わった後の満足感たるや、天国ですかここは。ごちそうさまでした。あー、もうもっかい食いたい。にゃー、田舎うどんの極み、埼玉の地粉 100%、 そして小麦の胚芽を含んだ麺、あの茶色いつぶつぶに豊富な栄養がギュッと詰まってんだから、はじめに麺だけでもぐもぐと味わえば、そのこだわりが必ず感じられると思います。ほんでなんと麺の太さやコシはその時々に対応しているらしく、12月時点では通常よりうどんを太く提供しているそうです。寒くなり温かいうどんの注文が増えてきて、その温かいうどんでももちもち感とコシを確保するためと、こちらの鉄さんのブログに書いてありました。このブログだけでなくインスタでも情報を発信してるみたいなので、ぜひチェックしてみてください。おもてなし真心の精神が宿った究極の田舎うどん、新年は1月6日からの営業ってことですので、ぜひお時間を作ってみてはいかがでしょうか。この動画を見てうどん食べたくなったなとか、動画楽しかったなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとインスタグラムとツイッターもやっておりますので、ぜひこちらのフォローもよろしくお願いいたします。今年も1年本当にありがとうございました。また来年も張り切ってまいりますので、どうぞ引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、良いお年を。バイバーイ。